青山フラワーマーケット株式会社パークコーポレーションは東京都港区に本社を置く小売業者。生花店青山フラワーマーケット等の運営を行う。青山フラワーマーケットは1989年に事業を開始した生花店でライフスタイルブーケと呼ばれ、手軽に飾れる自宅用の花束などを扱う。2018年12月時点。 国内外103店舗を展開する。社長の井上秀明は一般の生花店が法人用誇張欄などの高価格商品のロスを見込み多くの商品の販売価格を高めに設定しても採算が取れる点に気づくと低い売上減価に着目して事業を展開した。花は贅沢品でなく必需品であるとの認識を井上自身が得るのは後に フランスの殺風景なホテルで過ごした経験に根差している。2007年、一般財団法人日本へ普及センターの選ぶ、フラワービジネス賞、流通、販売部門で対象を受け、店舗展開により、利便性の良い駅前店舗を展開した店と、ミニブーケ等の商品開発を通じて、若年消費者を取り込んだ貢献を認められた。2009年には、 一橋大学大学院国際企業戦略研究家が主催し、独自性があり高い収益性のある事業を表彰するポーター賞を受ける。成果販売から業態を広げ、2011年9月17日には、温室をコンセプトとしたカフェを開店すると、南青山、赤坂ビズタワー、アトレ吉祥寺の本支店に展開する。また花吉と称する事業では、 個人の顧客開拓に講習会の開催や講習派遣をはじめ、南青山でフラワースクール運営やイベントなどの出張レッスンを行う。日経リサーチによる幸せな気持ちになれるブランド調査の家具、生活雑貨部門第1位を受賞するのは2016年である。法人顧客を対象に2015年にアネックス事業を開始すると事業所の室内緑化事業を展開。 植物を生かした空間デザインを施す傍ら、法人の需要をワンストップで受け取る、宿花の手配や装飾の受注、あるいはウェーディングなど、オーダーメイドの取引に対応。創業期青山フラワーマーケット個人向け、事業法人向け事業。ありがとうございます。